ということで、いろいろ大変せいで、この今回の2人は全て壊された人間なんですけども、まあ、即興ということで、今のは即興ではなかったんですけども、即興テーマとしてはちょっと何曲かちょっとお届けしたいと思います。でまず最初はですね、私のオリジナル曲だったんですけども、でその次はですね、完全にフリーインプロビゼーションのフリー、まあ、いわゆる昔フリージャズっていうのがありましたけども、ちょっとそのスタイルを踏襲した曲です。でタイトルはスプリングロールっていうんですけども、でこれただのフリーインプロビゼーションでは足りません。実は私映画音楽をよくやってるんですけども、今年大ヒットした某映画のですねテーマ、まあそれもリブート版ですけどね、まあ、ここまでいっちゃうと分かるかな、それがのメロディーがちょテーマ曲のフレーズが、隠れています。どの曲だったかでしょうっていうのをちょっと皆さんで聞いて当てていただければと思います。スプリングロールという曲です。Thank you.
ちなみにどの曲だったか分かりましたか。はい、間違ったらごめんなさい。はい、進行中、はい、おっしゃると、はい、別に賞金は出ませんけど、はい、ありがとうございます。まあ、正確に言いますと伊福部明バージョン の, あのゴジラのテーマですけどね。あのシン・ゴジラって、まあ、僕私は2回見ましたけれども、まあ、過去のゴジラシリーズとは 何のつながりもないんですけども、実はよく見ると過去のゴジラ、特にあの1954年の最初のゴジラのオマージュがあちこちに実は入ってるということで、で2回見たんですけど、後になってかなり見逃したこともたくさんあるってことに気がつきまして、まあ、よく作ってますね、あのアンナさんね。というわけで、あの今年大ヒットということでそれをちょっと入れてみました。伊福部明の、ゴジラのテーマということです。じゃあ、次はですね、ちょっとかなり弾きまくったんでちょっと静かな曲でやりますけども、非常にあの長い曲です。だけどタイトルはショートストーリーと言います。
とても長い紹介しておりました。で次はですね、実は3曲続けてやります。で実は3曲で本当は1曲なんですけどね、全然違う曲は3つ続けて、まあこれをクラシックの形式でいうとソナトっていうんですが、で形式はクラシックなんですけど実は全然クラシックに聞こえません。むしろブルースとかあっちの方に聞こえると思います。で題名がロックンロールソナトと言います。かなりちょっと驚く人もいるかもしれませんが、この弾き方に、ね。Thank you.
まではですね、ある程度計算された即興だったんですけれども、これから、一番最後にですね、まあ、今日のテーマ即興ってことだったんで、本来即興ってのは予想もつかないものなので、その最後の予想のつかないステージをお見せしたいと思いますが、今日なんか何人か、飛び入りの方がいらっしゃるそうなので、お客さんの中でですけれども、ベースの方で、朝倉さんって方でいらっしゃいますか。はい、じゃあ、ベース弾かれます。はい、で、これから何をやるかというと、普通のブルースコード、ブルースコードって実は12小節の繰り返しなんですけれども、それをですね、まあ、何回ももう完全に即興でやって、こればっかりは本当に即興です。即興というか、もう実は今日初めてお会いするんですよね。初めてお会いして、ほとんどぶっつけ本番でやります。誰かいないかなと思ったら名乗ってくださったので、ありがとうございます。でいつ終わるか私も、朝倉さんご上位ができたら、まあ、普通ジャズクラブなんかでは時々もうこういうジャムセッションといいますかね、もう全く打ち合わせも一切なし、下手したらリハも何にもなしで、とりあえずやってみようというようなことをですね、まあ、本来ステージの中でサウンドチェックというのは正直笑う世界ではお行儀よくないんですけど、ジャムセッションだけはそれは許されることなんですね。なので、そういったものをちょっとやってみたいと思うんですが、アンプ電源入ってますよね、大丈夫ですかね。はい、私も久々なんですよ、本当に完全なジャムって、何年ぶりかなっていうか、ね、全くだから予想もつきません。大丈夫ですか。中心大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、じゃあ適当に始めますんで、結果に責任を持ちません。
Thank you.
早く終わっちゃったんですけど、僕は完全に疲れてたんです。というわけで、本日、即興なんでもセッション、足元の悪い中をお越しいただき本当にありがとうございました。まあ、こんなことでまた来年の中で、本日はどうもありがとうございました。